ですね、スマホアプリでチンチロの竜というものを見つけたのでやってみたいと思います。カイジっていう漫画がありまして、逆境ブライカイジかな、アニメにもなってますが、てかまあアニメしか見てないんですけど、カイジの中でチンチロっていうギャンブルが出てくるんですね。チンチロっていうのはなんかサイコロを3つ使って、なんかサイコロを振ってその出た目によってこう勝負するっていう、まあギャンブルっていうか、まあゲームなんですけど、まあカイジがなんかその借金を背負って、なんか地下の強制労働施設に送られちゃうんですね。でそこで、強制労働させられてる人たちが、まあそのわずかに、わずかな給料を、ギャンブルでね、まあ掛け合ってですね、まあ、それでこう増えたとか減ったとか言ってね、こう忌々こもごもの、ギャンブル繰り広げるわけですけども、そこに出てくるのがチンチロっていうゲームなんですね。でチンチロリンっていうのはね、前から聞いたことあるんだけど、ルールはカイジを見て初めて知りましたね。まあしかし、チンチロ、てかその、カイジのさ、地下労働施設というのは、まああれはもうすごいね。あ、でもどうなんでしょうね。昔は、その、いわゆる炭鉱とかでさ、炭鉱労働者とかさ、なんか、ああいうイメージですけどね。なんかその、ね、働け働けとか言われてさ、必死になってこう、トロッコを動かして、石炭運ぶみたいなさ、そういうイメージなので、地下王国っていうか、その、カイジに出てきた地下の強制労働っていうのはさ、あれ結構その、現実的な話として昔はあったのかな。まあでもさ、まあ、その強制労働はそれやっちゃいけないことではあるかもしれませんが、そのさ、カイジの、そのラスボスっていうかさ、兵藤会長っていうのがいるんですけど、あの人は面白いキャラですよね。もちろん悪役ではありますよ。悪役ではありますが、兵藤会長の考え方というか思想って結構好きですね。そのね、本当の金持ちというものは、周囲の状況に関係なく、優雅な生活を送り続けるできるものなのである、っていうさ、つまり、自然災害だとか戦争だとか、まあ、さまざまな、経済危機とかね、まあ、さまざまなそういう社会的な状況によって自分の財産が吹き飛んでしまうようでは、それは本当の富裕とは言えないと。本当の金持ちというものは、何が起ころうとも自分の生活を守っていけるような、そういうね、そこまでの経済力を身につけてこその本当の金持ちなんだってね。そういうその、何が起こっても、耐えられるような地下シェルターを作るぞっていうさ、だからその、究極の自主自立思想ですよ。だから、ちょっと憧れるんですよね、その地下に自分の王国を作ると。そのために強制労働させるっていうのは良くないと思いますけど、良くないんですよ、ダメなんですよ、ダメなんですけど、その兵藤会長の何が何でもさ、自分の世界を作ってやるぞみたいな、そういうその思想というのは、非常にですね、開放感に満ちていて、ちょっとね、憧れるところがありますね。ただ、利根川はダメだ。カイジに出てくる利根川っていうのがいりますけど、利根川は、あれは好きじゃないですね。利根川っていうのは、あいつは、だから結局その、与えられた状況の中で威張り散らしてるだけじゃないですか。兵藤会長は、自分で自ら、そう、悪いことはしてるかもしれないけども、自分で自分の地位というものを作り出してるわけですよ。つまり自分が偉そうにしてるのはなぜか、自分が偉いと思ってるからなんですよ。自分で世界作って、そこの中で選ぶってるわけですね。でも利根川っていうのは、与えられた中で威張ってるだけだから、
自分で何か作るっていうそういう力はないんですね。うん、だそこは違いなわけですよ。で、利根川といえばさ、焼き土下座をするっていうシーンが有名ですけど、焼き土下座ってのは結局その利根川は男気を見せて焼き土下座をやり遂げた、おお利根川悪役ながらやるやつじゃないみたいな評価もあるかもしんないけど、でも利根川がねあそこで焼き土下座をまあやるっていうのはですね、まあ、要は与えられる人生なんですよ。だからまあその自分の地位というものも、まあ、上から与えられたものなので、その罰っていうものもそのまま与えられるままにやっちゃうっていう、そういうことなんですね。だから利根川っていうのは別にそんなにそのまあでもまあ、中間管理職的ではあるけども、でも結局その自分で自分の何か作っていこうっていうそういうキャラじゃないから、まあそのそうですね、だからまあチンチロリンの中に出てくる大月っていうやつもまあそれみたいなところあるのかな。でまあちょっとまあ、まあ、まあそういう話もともかくとしてですね、チンチロの竜やってみたいと思います。てかさ、これ音楽、あ、違うのか、音楽を、いや、なんかさ、喋ってるとさ、音楽がないと、なんかその、空虚な空間に向かって自分が喋ってるような、そんな感じの動画になっちゃうんですよね。なんていうのかな、これ一つの動画の演出なんですけども、全く効果音がない中で、これこれこうだからこうでこう、こうじゃないですか、で喋るのとね、その BGM 付きでこれこれこうでこうだからこうじゃないですかって喋るのでは結構動画の印象変わっちゃうんですよ。まあ私はそういう印象を作ることで説得力を持たせるとか、まあそういうの好きじゃないんだけどね。ただ音楽あったらあったらいいかなっていうね。いやだからね、視聴者の皆さん、まあ、私の話を聞いてどう思うかっていうのはそれはまあ人それぞれだと思いますけども、多分ね何らかの主張、価値判断をした時にね、例えばチンチロというのは人生そのものなのであるとかね、カイジっていうのは、あ、だから兵道会長は、素晴らしい人格者だでもいいんですけど、何でもいいんですけど、その何か価値判断とか主張とかね意見を言うじゃないですか。でそれに対してで皆さんがどう思うかっていうのは分かんないけども、ただねそのやっぱり感情、なんとなくこうだよね、なんとなくムカつくとか、なんとなくいい感じとか、そういうのが先に聞きちゃうから、だからね結局その動画 YouTube とかでもそうなんだけど、まあその現実として相手を説得しようと思ったら演出が大事なんですね。でつまり、もし自分が、もし私が政治家だったら自分が政治やりません。うん、自分がもし政治家だったら自分はその政策を考える係になって、実際に人前に出て演説したりとかそのやるのは他の人にやってもらう、うん、自分はもう政策を考えてそのこういう風にしたらいいんじゃないかっていうアイディアを出すことに専念して、自分がさ街頭演説とかやっちゃったらもう多分誰も投票してくれないですからね。私はそのいい雰囲気を演出するとかそういうの得意じゃないから、自分はそのどういう政策を実行したらいいかってことを考えることだけをやって、その考えたものに納得してくれる他の人を見つけてきて、その人に演説とか実際のその政治行動とかやってもらう、うん、でその人はだから演説とか上手くて、演説とかそのなんていうのかな、実際にその見栄えが良くてさ、喋り方が良くてですね、その人々に好かれるようなキャラクターをの人にですね、自分の政策をやってもらうというね、私はそういうふうにする。自分で政治家やりません、うん、だって自分で政治家やったってうまくいかないもん。自分がその、そうそう、そういう感じですね、うん、でもその方がいいんですよ、だから結局その投票、あ、そうそう、最近読んだ本で、いやもう全然チンチロやってないね、最近読んだ本でさ、社会はなぜ左と右に分かれるのかっていう、アメリカのジョナサン・ハイトっていう人が書いた本を読んだんですけど、
選挙の時にその、まあ、選挙ポスターとかあるじゃないですか。でさ、そのまあ、人はどの人がいいかな、どの思想が自分に合ってるかなとかって、まあ、そんな感じで誰に投票するか決めるかもしれないけども、でも実はそういうふうにね、政策的な、ね、思想とか主張によって人々は投票行動になってないっていうことを、そういう実験データがあってですね、その人の主張とかその人の政策とかを抜きにして、ただ顔写真だけで誰が一番、好感が持てますかっていうふうに人々にアンケートを取って、そこで一番人気だった人とかね、まあ、そこでその容姿で、まあ、雰囲気でその人気があった人と実際の選挙の時に人気があった人っていうのは大体一致してるっていうデータがあるらしいんですよ。つまり人々は、あそこから言えるところは、言えることは推測するに、人々はあんまりその政策とか、その人の思想とか信条とかね、政治的判断とかそういうことで、投票先選んでないってことなんですよ。つまり見た目とか雰囲気で投票先選んじゃってるってことなんですね、うん、だから、じゃあもし私が、なんだろうな、例えば選挙に出るときに、学校の制服を全部廃止しますっていうふうに言ったとするじゃないですか。でこれは自分自身の本音なんだけど、これを言って全くさ票が取れなかったとするでしょ、うん、制服廃止なんてとんでもないと判断されて歩き人候補落選っていうニュースが流れたとします。じゃあさ次に、真逆のこと言ったら、じゃあめっちゃ票取れるのかってことなんですよ。まあ、それはもちろんさ、学校の制服をどうするかってことが今その政治の一番のテーマではないかもしれないけども、じゃあ次は制服をね維持しましょうとか言ったら票が取れるのかと、実は取れないんですね。だって制服廃止って言って票が取れない人は制服を維持するって言っても票が取れないんですよ。もっと言っちゃえば、大きな政府主義で選挙戦に臨んでも、僕は全く票が取れずに落選しましたっていう人は、思想転換して小さな政府主義で選挙戦に臨んでも多分落選しちゃうんですよ。別に人々は小さな政府がいいと思ってるから大きな政府のあなたには1票入れませんっていう判断をしたわけではなくて、その見た目とかね、声色とか、なんかそういう、まあその容姿ですかね、そういうもので1票入れちゃってるってことがあるから、もうどうしようもないみたいなね、そういうのありますね。だからもう本当ね、いやだからそういうふうに考えていくと、国会議員はカンニングペーパー見て演説とかね、国会での答弁、国会での質問とかも全部カンニングペーパーカンペ見ながら質問とか議論してても全然不思議じゃないし、それは自然なことですね。どうしてかって言ったら、それは本当にその人が政策を考えて、その人が演説して、それで人々に訴えて、それで選挙やるっていう、そういうやり方が、実際の投票行動に移らないからですね。その実際の選挙で勝つためには、見た目のいい人、その、まあ、男前とかね、美女美男とかね、すごい頭良さそうとかね、頭良さそうはどうかな、いや違うな、その自分たちのこと分かってくれそうみたいなね、そういう顔つきとか雰囲気っていう人が好まれるから、でその人が別に政治的な判断とかね、政策とかを実際にその組み立てる力があるかどうかっていうのはあんま関係ないじゃないですか。そうするとさ、めっちゃさ見た目良くないけど政策をさ考えることができる人がバックについてて、その人が考えたアイディアをその実際にその演説とかってやってくれる人に任せた方がそのいいじゃないですか。そうするとさ、そういう、まあ、まあ両立できればそれは一番いいんだけど、まあでもやっぱり人には個性の違い、性格の違いとか能力の違いがありますので、やっぱりその、役割分担っていうのは大事なんですよね。だから、まあ、国会議員が、カンペばっかり見てたとしても、国会議員そのものがなんかそんなに
なんかこの人無能だなって思ったとしてもですね、まあ、それはもう自分たちの感情がそうさせてしまってるので仕方ないですねっていうね、まあ、それが嫌だったら本気で自分で政策を考えてそれを提案するっていうような人に一票入れるしかないってことなんですよね。まあそのまあちょっと随分話それちゃいましたけど、でもまあこういう話が、まあ、自分の、アルギビトチャンネルの、理念というかね仕組みなので、まあチンチロが見たかった人はねここまでピューと飛んできてもらえばいいかなと思いますけど、というわけで、ここから本題でチンチロやってみたいと思います。チンチロリンですね、チンチロの竜ね、遊び方、役の種類、あ音楽流れた、目なし、陰血、二たこ、三た、死に目、五家、六方、ひふみ、なんかさこの呼び方がなんかさそのヤクザっぽくないですかなんかあーしょんべんかよとかね、あー二たこだなとかさ、なんかヤクザっぽいですよね。ここが掛け金をかける、掛け金が決定したら C ボタンを押す、ほうほうほう、なるほど、まあ、やってみましょう。手持ちが19万円、ああこれさっきちょっとやったから、まあいや1万円からいってみましょうか。はじめ、ひふみ、ああもう勝ちじゃん。あそっか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 、あのさチンチロリンってあのカイジの場合はあの親がさひふみでも、子はもう一回振るんですよね。ひふみとひふみで同点だったら引き分けになるので、そういうちょっとした可能性も込みで、考えるんだけども、もともとのチンチロリンのルールはそのめちゃくちゃ強い目が出たらその時点で勝ちとかね、めちゃくちゃ弱い目で弱い目が出たらその時点で負けっていう、なんかそういうルールなんですね。つまり少ない可能性は排除しちゃえってことなんですね。つまり 1% しか勝率がないとそれは0と同じだと、 99% しか99% 勝ちだったらそれはもう勝ちだとね。いやまだチャンスがある、僕には 1% 勝つチャンスがあるんだ、僕にチャンス、いやうるせえと、うるせえ、うん、お前もうほぼ負けてんだよ、諦めろよね。だってお前勝つ可能性、勝率0、あの勝率 1% しかないじゃん。じゃあもう、ま、負けなんだよお前、負けだからもうすべこば言わずもう諦めろよっていうね、まあこういうことですね。うん、まあということで、じゃちょっともう少し2万円かけてみますか。はじめ、目なし、二たこ、あこれは2ですね、 2なのであんま強くないですね。でこの投げ入れ、あれこれ、あれほら目なし、目なしだけどこれあれ、おっしょ、5家勝ち、お結構勝ってますね。さあどうしようかな、一気にいきますか。12万、まあ2万円、うん、どうしようかな、まあ、3万円いってみます。6歩、ああほら6歩、これ6が出たらもうこれで終わりだっていうね。えなんであの4ゴロとか出ればさこっちの勝ちなわけでしょ。でもそれないんですね、4ゴロは。え僕にはまだ4ゴロ出すチャンスがあるじゃないかとかね、6歩を出すチャンスがあるじゃないかとかさ、あのいやこれ何なのこれ1って、あえ何1って100、1000、1、え何これ休みって、あーそういうことか、まあ、いや3万円かける、ほりゃ目なし、目なし、二たこ、おりゃ陰血、え、あー一つだけだったからか、もうめんどくさいな、もうたくさんかけるか、もう5万円ぐらいかける、かけてやるよおりゃ。まあ実際にこんな現金が、あー実際のこの現金だったらね5万円なんてかけられるわけないですけどね。でもさ、でもね、ギャンブルはそんな好きじゃないけど、でもさ、カイジのアニメ見て、
ギャンブルって面白いなと思いましたね。うん、いや、自分はギャンブルとかその、ね、パチンコも行ったことないし、競馬とか競輪も行ったことないし、宝くじも買ったことないし、ギャンブルみたいなもの全然やったことないんですよ。ですが、カイジ見たらさ、ギャンブルって面白いだろうなって思いましたね。特に、チンチロリンもそうなんだけど、やっぱ E カードがいいですね。うん。今日はちょっとチンチロリンですけども、チンチロリンってさ、運任せじゃないですか。で、自分で判断する要素がないからあんま面白くないんだけど、E カードは自分、駆け引きがあるので、あれ面白いですよね。うん。さすがに耳とか目をかける気はないですよ。それはさすがに怖い。だけど、でも100円とか200円とか、1000円とか、わかんないけど、お金かけて E カードやったら絶対面白いだろうなって思いましたよ。やんないですけどね。うん。ギャンブルは好きじゃないからやんないんだけど、怖そう。だから自分がなんか抑えられなくなっちゃいそうで、なんか怖いのでやんないんだけどさ。ちょっとここはね、もうバンバンかけていきましょう。目なし、二タコ。おりゃ。六歩、この勝ち。はい、もらいます。さあ、ここで2万円の賭け。陰血。もうこれでもう勝ちなんですね。こういう時にさ、ちょっと確実勝ってるところで、調子に乗ってやるとまた持ってかれるって感じなので、1万円。6歩、ほらほら、ほらほら、ほら、ね。ところで被害が小さくなるわけですよ。で、ここでちょっとこうかけてね。目なし、目なし、陰血。はい、いただきました。でもさ、ギャンブル、そうそう、中学校の時の社会科の先生がですね、ある時、授業中に、何の話だか忘れましたけど、皆さんね、ギャンブルには気をつけた方がいいよってね。お金をかけるゲームというのは人を虜にするからね。僕なんて若い頃は、徹夜で麻雀とかやりましたんでね。もう徹マンって言って、寝ずにもう一晩中麻雀やってね、賭け事してね、あれ夢中になりましたからね。でさ、人というのはお金かけてゲームやるとね、もう夢中になっちゃうものなんですよ。昔からその、人々の娯楽というのは、ギャンブル、酒飲んで、ギャンブルやって、で、女遊びとね、決まってますからね。女遊びっていうのがもう男からの目線ですけど、一般の人は、大体普通の人は、おっと、なになに？あれ？強制終了？ちょっともう少しやらしてよ。クソゲーゴーってなんだよ。ちょっとやらしてよ、やらしてよ。うん。つべこべ言ってるやつはもう強制退場だって感じなのかな。もうぐだ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 言ってるようなやつはね、ギャンブルやる資格はね、あっち行っちまえみたいなね。わかりましたよ、サンタ。え？サンタって何？サンタさんか。ひふみ、あ、え？ああ、そっか、ひふみは、そっか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 、ひふみは。もういいや、もう、ちょっと、7万かけてやるよ。死に目。あ、で、今のさ、その実際にお金かけてるわけじゃないけど、ちょっと負けた時ってさ、ちょっと負けが込んでくると、ああ、もうさ、いいよ、もう、たくさんかけて、これで一発逆転みたいな感じで、たくさんかけたくなっちゃうんですよね。これが恐ろしいんですよ。つまりさ、例えば、1万円負けました、2万円負けました、3万円負けましたってね。なるとさ、もう次さ、5万で勝負したくなりません？あるいは10万でさ、もう今までの負けを全部帳消しにして、全部一発逆転、サヨナラホームラン打ちたくなるじゃないですか。でもサヨナラホームラン打とうと思って、バットブランと振ると空振り三振なんですよ。ね。っていうのが結構あるんですけど、どうなんでしょうね。ただこれ、FX とかもね、同じようなもんでさ、嵐。おお、勝った。これが恐ろしいんですよ。こうやってね、
たまにさ大勝ちするわけですよ。これでさドクドクドクとさその自分の心がね踊っちゃうわけですよね。うん、だこれだからやめられないと、うん、一発逆転ホームラン失敗することもありますよ。失敗することもあるけど、でもそれ成功することもあるんですよ。だからそこがまあね、血が騒ぐというかね、血が騒ぐ茅ヶ崎みたいな、なんかそういうコマーシャルありましたね。茅ヶ崎ってあの神奈川県の茅ヶ崎ってところで協定場があるのかな、そこでなんか血が騒ぐみたいな、うん、そういうコマーシャルがなんかあったと思いますけど、で FX とかでもさ、まあ、FX というのは外国為替証拠金取引なんですが、利食いはなかなかできないけど、損切りは、あ、利食いは、すぐしちゃうけど、損切りはなかなかできないってね。だから、含み損が膨らんでっても、まだチャンスある、まだチャンスあるって、なかなかね、粘ってしまって、どんどん傷が広がるよっていう、話でさ、FX とかもね、だから結局ね、まあ、パチンコなんかもグレーゾーンなのかもしれませんけど、まあ、結局ねギャップルなんて規制しようがないし、いくらでもさ、この世にはあるってことですよね。だからさ、カジノとかでさ一二三、あ、勝った、まあ、こうなるとさもっとかけとけばよかったとか思いますのでね。日本にカジノ作ろうって話をしたりするとカジノ誘致反対だっていう人多いじゃないですか。でもさ彼らはギャンブル依存症になっちゃう人がかわいそうだから、カジノを作るのをやめようっていうわけなんですけど、でもさギャンブル依存症になっちゃう人ってのもすでにギャンブルにハマってると思いますよ。だって日本にはだって FX だってある意味ギャンブルだし、一攫千金を狙うチャンスっていうのはさ別にパチンコだろうが競馬だろうが、まあ、いろんなところには転がってるわけで、何を今更と思いますよ。だからそれは抑えようがないですよ。やっぱり人はその社会科の先生がおっしゃるようにやっぱりそのギャンブルっていうのはハマっちゃうものなので抑えようがない、陰血、うん、なので、ギャンブル、カジノ建設に反対してもしょうがない。あっと、終わっちゃった？ああ、まあいいや。ちょっと、まあ次、ちょっと白とドラゴン、まあ次の。あのね、だから、まあ、これはもう政治的判断ではありますが、私は日本にどんどんカジノ作っちゃっていいかなと思ってるんですよ。カジノどんどん作ればいいじゃないですか。で行きたい人はさ行けばいいし、行きたくない人は行かなきゃいいわけだから、まあ、その税金を使ってそのカジノをねどんどん作るっていうのはどうかなっていうのはもちろんありますよ。でもさ別にその民間レベルでカジノをやるっていうんだったら別にそれはいいと思うし、カジノ建設は別に解禁してもいいと思いますけどね。そう、日本でさ何箇所かしか作っちゃいけないとかね、なんかそういうさ中途半端なことせずにどこでも自由に作っていいっていうのでよくないですかね。でその代わりその税金とかを投入したりとかそのするわけではなくてですね、まあ、その私カジノをやりますって手を挙げる人がいたら、もしやればって感じで、まあ、好きにカジノをやってもいいと思うけどな。だってそのギャンブルはね抑えようがないし、やりたいやつはどっかしらでやるんですよ。で痛い目見るやつもいるかもしれないけど、だってどうせ痛い目どっかで見ますからね。そのカジノで痛い目見なくても FX とかパチンコとか別のところで痛い目見るでしょうから、宝くじとかね、宝くじはそんなにお金かかない、わかんないけど、結局ねカジノっていう目立つものに対して批判してもしょうがないんですよ。でしかもカジノってさ、カジノで破産する人っていうのは自分の意思でカジノに出かけていって、でそこでお金をするわけじゃないですか。別に強制的にカジノに連れてかれるわけではないですよね。だからもちろんカジノで借金作ったやつをなんかこう
カイジの世界みたいな感じで強制労働させるとかそういうのはダメですけども、まあ別にその人の財産の範囲内でしかカジノができないっていうか、その例えば1000万しか持ってない人が2000万円のギャンブルやるとかね、そういうのはダメ、そういうことはダメですよっていうふうにするのであれば、むしろギャンブルなんてさ、もう法律でもう認めちゃってもいいんじゃないかな。なんか問題あるんですか？公営ギャンブルがやりづらくなるとかそういう問題あるのかもしれないけど、でもそんなの別にさ、ねえ、あの競馬とかそういうその公営のもので税金取ってるので、そういうそのことなのかもしれないけど、でもそれ考えようでさ、民間に全部そのギャンブルとかやれるようにして、でそれで税金は取れるわけだから、そのギャンブルを解禁してですね、で、まあ、競馬とかね、その公営ギャンブルとかは衰退するかもしれないけども、でも民間企業のそのギャンブル業者から、まあ、利益をせ、あの税金として取ればですね、あの別にそんなに損はしないと思いますし、むしろ多種多様なギャンブルが、できるようになって、ギャンブル大好きな人、だってギャンブル大好きな人はさ、お金目的でやってるだけじゃなくて楽しいからやってるっていうのもあるわけじゃないですか。で今まではさ、パチンコとか競馬とか競輪とかその選択肢が少なかったのが、そのもっと選択肢が広がってですね、いろんなギャンブルが好きにできるようになったら、それはそれでさ、その人の楽しみが広がって、それは楽しいだろうし、で仮に失敗してしまったとしても、だってどうせ失敗する人はどっかで痛い目見るわけだからさ、変わんないと思うんですよ。だからさ、私はカジノ誘致賛成だし、だむしろギャンブルを合法化するべきだと思いますね。自分は別にギャンブル嫌いですよ。ギャンブル、私は別にギャンブルする気ないし、ギャンブル嫌いだけど、でもさ、自分が嫌ならやんなきゃいいだけなんで、別にギャンブルやってもいいと思うけどね。何が、ちょっとギャンブル合法化に反対の視聴者の方は、なぜギャンブル合法化してはいけないと思うのか、ぜひちょっと意見をお聞かせいただきたいのですよ。あのギャンブル依存症になる人がかわいそうだからっていうのは、ちょっと意見、反対意見として弱いと思いますね。だってギャンブル依存症を防ごうって言ったって、じゃあ今ある FX とかも規制するんですかと、 FX とかパチンコとか競馬とかそれ全部禁止にするんですかと、FX 禁止にしたって株とかだってさ、ギャンブルチックにやれますよ。で毎日東京証券取引所でさ、デイトレードとかやってるのはギャンブルでしょ、ほとんど。だからいくらでもギャンブルの種はあるわけですね。でその中でギャンブルって名前がついてるものに対して徹底的に禁止したとしても、人はギャンブルにのめり込んじゃうっていう性質を持ってるがゆえに、あのいくらでもね、ギャンブル依存症を防ぐっていうのは無理なんですよ。だその人自身の中で解決するしかないで、かわいそうとか言うんだったら、じゃ逆に今までギャンブルが好きでたまんなかったんだけども、日本で規制されてるがゆえにギャンブルができなかった人はかわいそうじゃないんですかってことも聞きたいですね。僕はカジノをやりたいと、カジノのあのもうお金なんか別にいいんだと、お金もあれはお金吸ってもいいんだと、お金使ってでもカジノやりたいって人はさ、海外行かないとカジノできなかったわけじゃないですかね。でもさ、日本でできるようになればそれが楽しめる、そういう喜びもあるわけでしょ。だったらさ、あのカジノを作った方が良くないですかね。でしかもそのカジノを作ることによって観光客とかも来てですね、その観光のネタになるわけですよ。で他のところにも経済効果とかあるかもしれないし、で特にその今さ、地方の、田舎町とかだと非常に人口減少に悩んでるところがあるわけですよ。そこでさ、やっぱり観光というのは大きなあの起爆剤になるし、カジノでさ、お客さん呼んで町おこしとかもできるようになったらさ、それはそれでいいと思いますけどね。まあだから、私がカジノを、カジノっていうか、まあ、ギャンブル合法化に賛成する理由は、
まず第一に、別にこ、なんていうか、別にその強制的にギャンブルやらされるわけじゃないんだから、ギャンブルできるっていう選択肢を広げるべきであるとっていうのがまず一つ、うん、まあ、それが一番大きいんですけどね。あとそれからギャンブル合法化することによって地方の町や村の、ま、町おこしにもなるし、まあ、経済効果もあるであろうということなんですけども、まあ、っていうことをですね、まあ、選挙演説でやったとしても多分落選しちゃうんですよ。悲観的かもしれないけど、うん、自分がそれを言わない方がいいですね。他の人に言ってもらう、なんかそのすごく、見た目が良さそうな人にそれを言って選挙に出てもらうというのが、まあ、自分の意見をこう現実社会の中で通すためには一番最善手になるのではないかというふうに思っているので、ぜひね、このアイディアを実際に使ってですね、政策に生かしてくれる方、ぜひね、やっていただければなと思っております。というわけでね、今日は、チンチロリンというゲームをやりながらいろんなことを話すというね、まあ、どっちがメインテーマなのかよく分かりませんけど、ご視聴ありがとうございました。